2016年6月14日、韓国聯合ニュースによると、東京靖国神社のトイレに危険物を設置したため、火薬類取締法違反などの罪で起訴された韓国人の被告が、14日の初公判で起訴内容を認めた。初公判で、検察側は、被告は A 級戦犯が靖国神社に合祀されていることに不満を抱き、時限式発火装置を靖国神社の本殿に設置しようとしたが、警備が厳重だったため、敷地内のトイレに設置したと指摘。一方、弁護側は、犯行を認めつつも、組織的なテロ行為とは違い、重大事件ではない。また、被告は、今後、日本への入国が禁止されるため、再犯の可能性もないと述べ、情状酌量を求めた。これについて、韓国のネットユーザーは、以下のようなコメントを寄せている。なんか変だ。釈然としない。おかしな事件だ。普通の人なら、トイレに粗雑な爆弾を設置したりしない。なぜ、そんな無意味なことをした？安倍首相と朴大統領の間で、秘密の取引があったのでは？慰安婦問題を解決すれば、こんな事件は起きなくなる。日本の嫌韓団体の自作自演だろう。方法には賛成できないが、心情は理解できる。